それを使えば超スーパーカーを完成させられるんだよね。まあ、これで完成させれんかったらキラー G 無駄死に。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。キラー G 大丈夫かい？ガガガガガピー。おいキラー G、 勝つにはガガガ勝ったが、わしはもうダメじゃ。あいな、いつものように直してあげて。いや、よい。今回ばかりは修理もできまい。機械とて永遠の命ではない。じゃがあゆな、お主に最後の頼みがある。わしを破壊してくれ。マジでちょっと、わしのパーツを使って車を改造してほしい。そうすればハーゴン城に行くことができよう。あー、そういうことか。ピピ、絶対なんとかしてみせる。自分が必ず直すじゃと。ガガガガピー、おごるでないビルだ。わしは壊れるが、わしの部品は車の中で生きていく。そうすればわしも生き続けられよう。だけどそんなこと。さあやってくれアイナ、お主のハンマーでわしを破壊するのじゃ。息絶えた、息絶えたよ。キラー G をハンマーで壊すなんて。でもハーゴン城に行くためにはそれしかないんだよね。つらーい。ふん。その話今。ああ、破壊されていくキラー G。はい、あっという間にバラバラ。あゆな、キラー G を壊したんだね。だって言うから。悲しいけど、寂しいけど、これはキラー G が望んだことなんだ。おや、君の手の中にあるものは何？なんか光り輝くものがあった気がする。マシンハート G を手に入れた。マシンハート G？ それがキラー G が残したものなんだ。それを使えば、超スーパーカーを完成させられるんだよね。まあ、これで完成させれんかったらキラー G 無駄死に。さあ、アイナ、早速やってみて。お、またなんか勝手に改造されていく。魔法かけうるみたいなシーンあるかな。ないのないのね。ブオーンブオーンみたいな。あ、かけ出したかけ出した。いいねいいね。何何やってんの、溶接してるの。できた。あ、それを今から入れるんやね。オッケーオッケー。おー、いいねいいねいいね。最後の総仕上げや。また全く違うフォルムになったりとかするんやないんこれ。おー、すげー飛ぶー。これでいける。超スーパーカーが完成した。うわぁ、完成した。ついに超スーパーカーが完成したよ。すごいアイナ。おお、これが完成した超スーパーカーか。見違えるようではないか。ほほう、車輪の部分が動いて下向きに魔法エネルギーを吹き出す。それが宙に浮く力となるわけだ。これで空を飛び、ハーゴン城を守る結界を破壊できるんですね。うん。この車で結界を壊し、黒い渦を突っ切れば、破壊神様のいるハーゴン城に行けるだろう。そうすれば、ビルダーの友達も救えるってわけだな。あゆな、おめでとう。ついに超スーパーカーも完成したね。車は完成したが、キラー G があんなことになるなんてな。ね、しょうがないよ、それは。言わないで。でも、キラー G は生きているんだよ。あの車の中で。まあね、部品使ったから。幼児さんは言ってたよね。破壊と創造は相入れないものだって。で、僕はそんなことないと思う。壊れたものはそれでおしまいじゃない。ものづくりって破壊は二つで一つなんだ。二つで一つ？僕思うんだ。破壊と創造は友達なんじゃないかって。ビルダーのアイラと破壊神様が友達なように。目立つよ。今は私もあなたと同じ考えです。ふん。
破壊の教えを捨てるのはやめにしよう。物を作るには破壊が必要なのだ。おお、なんかいい感じにまとまってきたわ。アイナ、調べておったハーゴン城に結界を張る者の居場所もついに分かったぞ。けけけ、いいタイミングだぜ。これで準備ができた。いつでもハーゴン城に乗り込めるな。おーっと、また？うわー、この揺れは。なに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 、またなんか攻めてきた？おい、みんな急げ。早く箱舟に乗るんだ。うわー、周りにめっちゃ出とるやん。吸い込まれる、吸い込まれる。助けてー。みんなちゃんと乗ってる？箱舟。おらんかったりとかせん？大丈夫？これが滅びというものなのか。この幻の世界もついに。めっちゃ危険やん、やば。大丈夫なん？なんかめっちゃ吸い込まれそうじゃない？上空いとるしさ、屋根ないし。大丈夫だ、出航準備は整ってる。運びのことは任せておけ。俺がいれば安心だ。ま、以前に船を沈没させた俺が言っても説得力はないがな。怖いよ。あゆな、僕たちと一緒に逃げたっていいんだよ。怖いところなんか行かなくたって。君はどうしても破壊神様のところに行くの？ま、約束だからね。そうだよね、ごめん。そう言うってことは分かってたんだ。僕もう止めない。だから必ず友達を助けてあげて。その車乗ればひと飛びさ。あゆなよ、これは我々が作った餞別だ。どうか役立ててくれ。食べ物？おー、メガ盛り魔物飯10個ありがたい。アイナ、お前と物を作れて楽しかったぜ。みんなお前と会って変わったんだ。嬉しかったぞ、アイナ。教団の旗を運ぶにかけてくれて。皆がお前のようなら、世界はもっと。さあ行って。僕たちは君の勝利を信じてる。いつか必ずまた会おう。いやー、ええ話やないか。ちょ、通して。通して？怖いわ。さあ、これでとりあえず、出発しますかね。おーっと、なんかめっちゃ揺れた揺れた揺れた、怖い。めっちゃ怖い。さあ、行きます。ピピッ、ピピピピピッ、ガガガ、アユナ、準備はいいのか？お、キラージー？ほほほ、わしじゃ、キラージーじゃ。お主はわしが認めるテクニシャン。お主ならこの車も操れるはず。よく聞け、アイナ。今のままではハーゴン城には近づけん。まずハーゴン城の結界を壊すのじゃ。各地の結界を守る黒い魔物を倒し、ハーゴン城に乗り込め。場所を三神官から聞いたであろう。聞きましたっけ？アイナ。わしの意志はもう消える。話せるも、子が最後じゃ。あ、ずっと話せるんじゃないんや。ええー、つら。やめてや。振り向くな。諦めるな。進め、アイナ。車で空を飛ぼう。X で飛び立つ、高度を上げる。で、B が高度を下げる。レーザーも撃てるんや。すげえかっこいい。飛び立つ。目的地が、あっちか。ZR で前に進む。高度を上げつつ。ああ、怖いよー。おー、大丈夫なんや。お、結界守る黒い魔物が襲ってきた。これか。やーい、怖い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 。ちょ、待って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 。加工したい。この辺か。あ、ちゃんとこれ、あれやね。その場で止まることもできるのか。いやー、怖いよー。あの目玉が多分弱点なはず。いやー、痛い。おー、強いやん、強いやん、すげえ。で、結界守る黒いもんも一匹倒した。次はどこや？とりあえず、こっちの方向？今私は自分がどこにいるのかが全くわからない状態なんですけど、とりあえ
んでるってことでよろしいんか、これは。まあ一応なんかマップは進み寄るっぽいね。あ、なるほど、こういう状況か。へいへい、こっちの方向に、あ、おった、ほら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 、おったよ。へいへいへい、これ撃ててる。いやー痛い。怖い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 。え、これ撃ててる？撃ててなくね？へいへい。あ、撃ててたわ。めっちゃ普通に撃てとったわ。よし、これで2体目撃破。ちょっと待って、ご飯食べたいんやけど、私今。めっちゃご飯食べたいんやけど、ない。待って、こっち？あ、こっちの方向やね。はい。これでまた上の方にまた上がってって上がってって。で、あ、こっちか。これでこっちの方向にずっと向かって向かって。これ動いてる？なんか全く動いてないような気がしてならんねえけど。あ、これでいいんかな。邪魔だな、黒い渦。この辺？こっちの方向であっとんかな。お、結界もまだ黒いものが襲ってきた。どこ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 。なんかあそこにある。待って、どこよ。あ、もっと上や、上上。待って、あっち向いて、あっち。はい、来い。あー、あれ、なんかなんか回復しとるよ、私。これ動きよる間に回復するんかな。なんかよくわからんけど。えい、オッケー。これで最後のモンスターやったってことやろ。結界守る黒いものを倒した。イエーイ、超真っ黒なんですけど。こう、やったのはいいな。パーゴン城の結界は全て壊せようじゃ。あれ、まだ喋れるの。ほっほっほ。さあ、入り口はこっちじゃない。ほっほっほ。何、白地。お久々の白じいじゃない。んでさ、それはちょっといいんやけどさ、あの、私が、あの、気になっとったのがさ、うぃー。怖い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 。え？どこだ？ね、あれどこ行った？あの、なんか、あの、ハンマーのマークみたいなんなかった？あったよね。どこなんやろ、ハンマーマーク。消えた。なくなったんやけど、ハンマーマーク。なんかこの辺じゃなかった、さっきあったの。お、気のせいですかね。つらーい。絶対この辺にあったと思ったのに。これ以上進めない？ちょっと待ってね。ちょっととりあえず。違う違う違う。これで、後ろ。あ、暗っ。こっちか。こっちの方向か。あれ？どこ？こっち？あ、こっちや。あら、あそこやね。はい。ちょっと待って。上がりたい、上がりたい、上がりたい。はい、めっちゃぶつかってる。これ、ハーゴン城ってこと？ちょっと待って。白地。落ちる。めっちゃ危険なんやけど。はい、そこに止めたらいいってこと。着陸。ちょっと待って。どうも。ん？どうした？ハーゴンにやられて死んだはずだと思ったか。これはわしの残像のようなもの。この残像は幻の世界ともにもう消える。てか注射下手くそか。
あゆなよ、空っぽ島では結局ゆっくりと話さなかったの。意思はちゃんとあるの？お主が石板に触れ、島をものづくりで満たすたび、わしは自分の記憶を取り戻していった。この幻の世界の各地で物を作った西へのビルダーとはわしのことだったのじゃ。ローレシアの幻に足を踏み入れたわしは、ものづくりなくこの世界で必死に物を作った。ローレシア、タイジもゴーレムもムーンブルクの城も、そして各地のビルダーの鐘やパズルもな。パズルまで作ったん？やがて強大に追われたわしは空っぽ島に行き着き、そこで力尽きた。そしてあの島にわしというものづくりの意志だけが残ったのじゃ。わしは嬉しかったぞ、お主がこの世界にものづくりを復活させてくれて。ま、お主はわしなんかより断然すごいものを作ってくれたがの。してやいな、お主指導のもとへ行くのじゃろ。もちろん。あの青い炎を目印にすれば城の深部にたどり着けるじゃろう。もし道を遮る敵がおっても、所詮は幻に過ぎん。ためらわず前と進むのじゃ。さすれば立ちどころに消えてしまうじゃろう。あ、マジで？じゃあ戦っていく必要はないってことか。あいな、お主にはちゃんと礼を言いたかった。この年寄りにもう一度夢を見せてくれてありがとう。おお、こちらこそありがとう、よしろじ。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、なんか相変わらず操縦はめちゃくちゃ下手くそやったけど、めちゃくちゃ下手くそやったけど、なんかシューティングゲームみたいで、敵を倒すのは楽しかった。